オリックスですけれども、今回の内容は山下俊平太投手ということで、この間ですね、昭和とそして平成のダブル怪物が彼を絶賛したということで、まあ、改めてですね、そのプロの目線から見て、一体何がすごいのか、開幕前からですね、常々、まあ、名前が出てきたこの山下俊平太投手を、ちょっと今回は深掘って紐解いていこうかなという内容になっております。まず、成績なんですけど、ご覧の通りということで、俊平太現在21歳高卒3年目でございまして、14試合に先発をして、9勝ということで、オリックスでは2位の、数字になっておりますし、パリーグでも、同じような数字になっております。防御率は 1.73 ということで、すべてですね、吉野部に次ぐ成績になってます。これですね、去年見渡してみると吉野部の次に名前が上がってくるのは宮城投手だったわけですね。勝利数、防御率、まあ、もろもろ含めて基本的には吉野部の次は宮城っていうのがもうセットだったんですけど、この吉野部と宮城の間に俊平太が入ってくるということで、今年のオリックスに関しては吉野部、そして宮城、俊平太、この3本柱がもうどえらいことになってるわけですね。で、やっぱりね、新人王はほぼ確実なんじゃないかってことで、結構前にね、新人王筆頭なんじゃないかみたいな話をしたんですけど、やっぱパリーグの他の候補見てもですね、もうほんと追随を許さない、正直満場一致で、新人王になるんじゃないかなっていうふうに思っております。で、まあオリックスね、吉野部が2年目の時に、ホールドを達成しですね、いろいろこう記録も達成したんですけど、なかなかやっぱ順位がそれまでね、 B クラスが続いてっていうのがあって新人王にならなかったわけですけど、今年に関してはもうね、3連覇もかなり、支柱に入ってるということなので、この辺含めてもまあ俊平太が今年は新人王じゃないかというふうに言われてるんですね。で、そんなペーターを見てですね、怪物が絶賛の嵐ということで、まず松坂さんがですね、大谷翔平とかね、佐々木朗希投手、ここに注目するのはもう言うまでもないと。それら以外で注目してる選手いませんかっていう質問をした時に、大注目してますっていうのがペーターだったんですね。で、松坂さんが、そのペーターを挙げた理由としては、キャンプの時点でもうすでに面白い存在だなと思ったらそうなんですよ。で、それはキャッチボールをしてるんですけど、めちゃくちゃ丁寧にしてるらしくて、そういう姿を見た時にしっかりね、試合とかではそれまで投げたことがなかったですから、どういう投球をするのか、どんなピッチャーになるのかっていうのがすごく楽しみだったそうなんです。で、今ね、9勝をして、14試合にも先発していてですね、新人王候補っていう風になってるわけですけども、改めてどうか、その時に比べるとどうかって聞くと、カーブを一番の武器にできる投手が少ないそうなんです。確かに思い返してみても、右投手でカーブ使ってる選手って誰かなと思ったら、まあ、吉野部とか前剣とかいましたよね。前剣は結構カーブが割とこう特徴的でしたけど、吉野部に関してはね、一番かって言われるとそうじゃないですよね。他の球種もすごく、質が高いものが持ってるので、僕の球種はカーブすごいですみたいな投手ってあんまいないですよね。なので、そういうことを考えると確かになっていうふうに思いました。で、変化球が今上手い選手が非常に多いと、まあ、そんな中で球種をあえて絞って抑えられるっていうのは本当に素晴らしいことなんだっていうふうに言ってました。すごいとかそういうじゃなくて、本当にこうめちゃくちゃいいよっていうふうに言ってるんですね。で、もう恐ろしいのが出てきたと。で、まっすぐとカーブっていうのは江川さんにね、似ているので、今の感じでとにかくいけるところまで行ってほしいっていうふうにも大絶賛してるわけですよ。で、平成の怪物がそう言った場合、昭和の怪物なんていうのかっていうところなんですけど、昭和の怪物もですね、大絶賛しておりまして、カーブの曲がりがものすごく大きいと。で、まっすぐがドンっていう感じで非常に重たそうだと。で、唯一、まあ、懸念点というか材料があるとするならば、体がね、ちょっと曲がる癖があるというので、それだと直球が少し球威が落ちてしまうので、今後ね、メジャーに行きたいというふうに思っているのであれば、この辺、まあ、オリックスの投手コーチと含めてなんか相談してもいいんじゃないかっていうふうには言ってました。まあ、いずれにしてもね、平成昭和それぞれの怪物がそれぞれの言い方で絶賛をしているということなので、いや、ほんまにえげつないんだなっていうふうに思いましたし、この間ね、先発した時にもうちょっと吉野部と俊平太はもうだいぶ無双してると。俊平太に関しては3年目で無双してるということなので、大学3年生とかですかね、これで無双ってちょっとえぐいなっていうふうに思ったので、まあ改めてね、高校生のロマンっていうのにちょっと魅力を感じたわけですけど、最近の投手は変化球が上手い選手が多いって松坂さん言ってましたけども、試しにですね、その NPB で無双してきた選手ちょっと調べてみたんですけど、大谷さん、千賀投手は7球種、ダルビッシュ投手と吉野部に関しては6球種ということで、ダルビッシュね、ちょっとこう細かく分けるとむちゃくちゃあると思うので、この辺数字変わるかもしれないんですけど、まあいずれにしても俊平太だけはね、まっすぐ、カーブ、そしてフォーク3つだけなので、この辺考えてもですね、いかに球種が少なく抑えられているのかっていうのが分かるのかなというふうに思いました。まあ、ここにね、仲間入りしてもおかしくないような感じなので、山下俊平太球種3っていうふうになるわけですよね。で、そこでは
DeNA のバウアー投手とか、阪神の村上投手とかも絶賛をされていたので、そのね、中に今、シュンペーターは入っていくということで、バウアーなんてね、もうめちゃくちゃバリバリのメジャーリーガーですから、そこに入っていくっていうのはやっぱ素晴らしいことなのかなというふうに思いました。で、シュンペーターとか、大谷さん、ダルビッシュ見ていくと、やっぱりですね、高身長の右ピッチャーが今度はトレンドになるんじゃないかなっていうふうに思うんですね。と言っても、トレンドになるだけで、全員がね、指名したらその分物にできるかっていうと、そんなに甘い話じゃないので、投手育成に自信のあるチーム、まあ、オリックスは間違いなく自信あると思うんですけど、そういうチームに入れば、こういう選手がですね、ニョキニョキと出てくるんじゃないかなっていうふうに思いました。試しにね、調べてみたんですけど、まあ、12球団でなんとなく身長が高そうな選手見てみました。まあ、メジャーリーガーで言うと大谷さんが筆頭ですけども、190センチで佐々木朗希投手とか、シュンペーター、あとは西武の高橋光成投手がいますよね。で、187センチで戸郷投手とか、中日の高橋宏斗投手とか、185以上が高身長っていうような、そういう類でね、ちょっと見てみたんですけど、ご覧の面々でございます。特にね、大谷さんは193ですけど、その上がやっぱダルビッシュが196なので、まあめちゃくちゃでかいですけども、まあちょっとね、外国のエッジが入ってたりとか、いろいろあって、もしかしたら体格にも影響してるかもしれないですが、高身長の右ピッチャー、今年もね、ドラフト候補でたくさんいますので、まあ今後、非常にロマンのある投手っていうと、こういう、185超えの選手ですか、あるいは190センチぐらいの選手っていうのは非常に面白いんじゃないかなっていうふうに思いました。で、そんな中で、もうですね、もうやっぱ時代はすごく早いということで、今まではね、憧れてる選手は誰ですか、大谷翔平、ダルビッシュっていうような声がすごく多かったんですけども、もうですね、今年の活躍がえげつないインパクト大ということで、憧れてますっていう高校球児がもう出てきてるんですね。今年活躍したばっかりなんですけど、やっぱ素晴らしいなと、それぐらいインパクトがあるんだなっていう話なんですけど、それは一体誰なのかっていうことで言うと、徳島商業のですね、森煌大投手ということで、まあ以前ですね、オリックスのスカウトがコメントをした選手っていうテーマでもお話をしたんですが、右ピッチャーの183センチ、もうね、89キロと体格もすごくがっしりしてますけども、マックスがですね、もうちょっとで150いくというような感じなんですが、この投手がですね、自分はちょっと不器用なんでという理由で、まっすぐとカーブとスプリット、この3つのみで勝負をしてるらしいんですね。で、この投手、何が面白いかっていうと、もともとは三塁手として入団をしてるんですよ。で、1年生の6月頃に、転校したっていう風なデータが出てました。で、今年の夏に関してはね、なかなかやっぱ時代的にもそうですけども、完封とか、なかなかちょっと今ね、あんまり事例としては少ないらしいんですが、今年の夏の甲子園では1例目の、完封勝利も達成したということなので、まあ、非常に注目をされているということですね。で、本人としては社会人に進むっていうのはちょっと決めてるそうなんですけど、徳島商業、まあ、愛工大名電破ってですね、今後も2回戦3回戦と進んでいくと思いますし、今後の投球がね、もし、ちょっとよりいい完封とかを何回も続けるような感じだったりとか、高騰をね、続けるようであれば、もしかしたら、指名に、ちょっと名乗りを上げたいという球団も出てくるかもしれないですし、社会人から変わってね、プロに行きますっていう宣言もするかもしれないので、この辺はちょっとわからないんですけど、現時点では、社会人入りを希望しているそうですね。で、早川スカウトもコメントしてるっていうふうに言いましたけど、その他で言うと、中日とソフトバンクもコメントを残してます。一応ね、投球見ましたけども、ちょっとあんま分かんなかったです。むちゃくちゃいいなとか、全然分かんないですけど、まあ、好みか、好みじゃないかみたいなところでね、まあ、ピックアップしてると、むちゃくちゃ好みかって言うとそうでもなかったんですけど、まあ、名前がかっこいいっていう。やっぱね、オリックスと徳島って、ラオウだったりとか、茶野選手とか、関係性は結構深いので、今みたいなね、こう、球種が3つしかないっていうのは、すごくなんか僕はシュンペーターを見てしまってるんでね、すごく面白いんじゃないかなっていうふうに思ったので、まあ、ぜひね、オリックス来てくれたらいいなっていうふうに思ってるんですけど、近くの高校生はですね、なかなかやっぱ指名をしないのと、本人的には社会人、特に思っているのであれば、もしかしたら実現はしないかもしれないですね。で、憧れている理由はやっぱり球種だそうですね。球種が少なくてもそれぞれカウント球にしたいとか決め球にできてると、こういう投球でもプロでは活躍できるんだっていうふうに改めて思ったらしいので、憧れだったりとか目標になってるそうですね。なので今後もですね、今まではさっきも言いましたけど、ダル、大谷に比べて吉野部とかもね、去年の平川投手とか、憧れてますというふうに、ね、なってましたけど、どん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 出てくるわけですよ。で、そうなってきた時に今後はね、宮城投手とかシュンペーターに憧れてますっていう選手も出てくるのかなっていうふうに思うと、まあどん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 ですね、新しい選手が出てくるんだなっていうふうにちょっと思いました。ということで今回のテーマはですね、シュンペーターがものすごく絶賛されているということで、昭和平成それぞれの怪物が大絶賛をしたというテーマでお話をさせていただきました。ぜひね、今回のテーマについて何か思うことがありましたら、コメント欄を通じて教えてもらえたらなというふうに思っております。ということで今回のお話は以上とさせていただきます。最後まで聞いてくれて本当にありがとうございます。次回もオリックスについて語っていこうかなというふうに思いますので、チャンネル登録とそしてグッドボタン、お忘れの方は何卒よろしくお願いいたします。それでは今日もありがとうございました。